神戸市の美術館で日本を代表する切り絵作家たちが生み出した繊細で華麗な作品を集めた特別展が開かれています。今にも動き出しそうなクジャク、羽一本一本が細かく描かれているこの作品は全て切り絵で表現されています。神戸の六甲アイランドにある神戸ファッション美術館で開かれている特別展では、日本を代表する女性切り絵作家7人の作品合わせて105点が展示されています。切り絵は油彩や水彩などと同じ絵画の技法の一つで、紙をハサミなどの刃物で切り描き出すことで、絵の具などで制作される作品にはない独特の質感や美しさが生まれます。今回の特別展はモノクロで平面と思われがちなイメージを覆す作品が集められ、切り絵の表現の可能性を感じることができます。作家さんによってはですね、それぞれ全員技法が違います。自分でですね、想像しながらですね、技法をですね、こんな風にして切ってるんじゃないかとかですね、思いながらですね、見ていただくとですね、楽しさが倍増するんじゃないかなと。この特別展は今月28日まで開かれています。